お楽しみプログラムで演奏する曲を選んでいます。こんにちは。10月に入りました。ただいまですね、新年の演奏会のお楽しみプログラムで演奏する曲をいろいろ選んでおります。大きな曲というのは決まったんですが、小さい小曲ですね、5分以内の短い曲というのは少しこれから決める曲もございます。今日はその曲の候補の中からサノサという曲をお聴きいただけます。この曲は何がいいかと言いますとね、こうしみじみとした味わいにあふれているのがとても素敵なんです。お歌、特にそうですね、ベテランの方が歌われるととても味がある曲です。そして私が今迷っているのはこのしみじみとした曲、とっても素敵なんだけれども、お正月にお聞きになるお客様のお気持ちに合うかしらというのをとても考えております。もう少し明るいポップ、なんて言うでしょうね、こう盛り上がれる曲の方がいいかしら、それともこういう曲も、あのバラードっぽい曲なんですけどね、こういう曲も少し挟みながら演奏していこうかしらというのをとても迷っております。それではサノサでございます。どうぞお聴きくださいませ。でしたでしょうか。公演でどの曲に演奏するのか決まりましたら、三味線メール通信の読者様にお知らせしております。メール通信のご案内は、下の概要欄からご案内に飛べますのでご活用くださいませ。またお目にかかりましょう。